佐古市港は兵庫県阿古市にある地方港湾。港湾管理者は兵庫県。統計法に基づく港湾調査規則ではおし港湾に分類されている。佐古市裏と生島兵庫県西部に位置する港湾で瀬戸内海に面した佐古市湾にある。全面を天然記念物に指定されている生島に守られた自然の良好で江戸時代には、 赤を使用を二役した海船が塩町風町に使用した、ほか、千草川上流の幕府領の年貢の積み出し港としても利用された。かつては、旧座商店が船舶解体を行っており、東海汽船の椿丸などが東港で解体された。2015年度の発着数は47隻である。1880年代に大阪佐古市航路が大阪商船、 姫路汽船などにより開設された。その後、陸上交通の整備により旅客は減少。1912年に、航路の営業権が姫路汽船から、江戸時代から酒造業や海鮮業を営んでいた、佐古市の旧家である奥道家が設立した奥道汽船へ譲渡された。奥道汽船は、日成港へ航路を延長、あい港などへの寄港を開始したが、1918年に、 営業を停止、航路廃止となった。昭和40年代前半に台風による高潮で大きな被害を受けたため、防潮堤が建設された。その後、老朽化が進み機能も不十分であること、高さが道路面から2メートル以上あり、海と集落を分断していることから、防潮堤の更新が決定された。1993年4月より、 佐古市港ふるさと海岸整備事業として工事に着手した。着手後は連絡協議会が設置され、地元住民も参加する形で事業が進められた。2004年度までに全長860メートルの関係者号岸と飛沫防止帯が整備され、2005年度に旧防潮堤は撤去された。整備された海岸は海岸景観と浸水性に重点を置いた構造とされ、 飛沫防止隊にはかつての松林を復元するため、松が植樹されている。ありがとうございます。